皆さん、こんにちは。こんにちは。久しぶりにですね、この大口コミックライブに半年ぶりじゃないでしょうかね。もう僕は5、6回は出てるんですけど、やっぱり緊張、先ほど3年の方がすごくガチガチに緊張されたので、ちょっとこっちも影響されたらしいもんですね。ふむらやおとしと申します。よろしくお願いします。ということで、時代遅れの車に乗り、
なんかまあどんどんどんですね、進化しまして、もうガソリンはいらないですよ、あと何かするね、そういう時代が来ます。でも時代遅れの車にですね、やっぱり乗っているんじゃないかなという感じです。今の歌を歌いました。私、ソレアボトシと申します。ここにサリーナル君、貴重なお部屋ですね。つけてますよ。これは単なる何も考えていません。これは売り物です。はい、で今日も一応売ることがあるので、まあよろしくですね、記念に1万500円でございます。なかなかのこう重宝しますよね、こう鉢巻きしたりして、たまにはこうゴシゴシやいろんな使い方あるんで、どうぞ、まあ、気に入れた方が僕はやめてもらって、2曲目ですね、風の花に送られてというちょっと静かな歌を歌うんですけど、卒業シーズンが、まあ、3月卒業就職シーズンですよね。昔は卒業予選式というのがありましたよね。予選式というところ、2月ぐらいに塩田就職列車でほら早く行く人は早くなんか卒業を早めにする時代があったと思います。あったと思います。私はちゃんと3月でしたけどね。そうだから北ラギ、2月の北ラギという時期のですね、旅立つ皆さんに送る歌を今から歌います。風の花に送られて。Peace.
教えてくれたの。
Ha ha ha!